大江恩人は、平安時代初期から前期にかけての苦行、学者。兵部省進む、大江田諸上の孫、備中健介、大江田本主の嫡男。官位は、十三味、三義。紀伝道について、菅原清忠に指示、天朝十年文章制、上和四年文章徳行制に補せられる。六国史に記述はないが、上和九年に発生した、 上和の変に連座して一時終わり国に入るされたことが、苦行部人に見られる。後に、乙人の子孫である、大江正平が、終わり神を務めた際に、先祖の乙人がこの地に流されていたことを記している、ことから、入るの件は事実であったと見られている。上和11年許されて記楽後、上和12年大作に旧大、将内期を経て、上和十五年中ご一下に除釈され、 大内記に昇進する。歌唱三年交代し、これ人新能の東宮学士に転任。文徳朝では、東宮学士を務める傍ら、民部省有、大内記、左小弁を兼ね、忍受四年には、十五以上に、少女されている。天安二年、これ人新能の即位に伴い生後一下に除せられ、間もなく、宇宙弁に任ぜられる。 生は朝では弁官を務めながら順調に昇進し、上元2年十4位した、上元5年右大弁と叙任。上元6年には三義に任せられ、苦行に列した。上元8年十4位上、生4位したと続けて少女される。また同年に発生した大天門の変においては、大天門法下の権威により、左大臣、 原神の邸宅を囲んだ剣士に対して、聖は天皇の直令を受けて、右大弁として、左中弁、藤原屋衆と共に異議を行い、原神の権威を払わしている同年10月に、大枝から大江へと改正しているが、枝が大きいと、本体である木の幹が折れることにも繋がり不吉である、との理由であった。しかし、大枝聖は、幹武天皇より与えられたものであることから、 全面的に変更するわけにもいかず、読み方はそのままで、漢字表記のみの変更に止めた。また、大きな川のように末長く、家が栄えるように、との意味があるという。後に、犠牲官として、左大弁、影湯長官、左平ただし、ケビー別ベなどを兼ねた。またこの間の上岸16年には、13味に、少女されている。また、 生は天皇に対して、四季の進行も行っている。元行元年11月3日皇居。去年67。最終官位は、三義十三位行、左衛門のただし。一説によると、おとじんは阿保親皇の長子であるが、おとじんが生まれる前年に親皇がくすこの変の連座で、多財府に左遷されたため、大江本主の養子になった。あるいは、母は阿保親皇の次女で、 アホ新郎の子を見ごもった後に、本主の妻となりおとじんを産んだと言われ、有原の雪ひらや有原のなりひららと兄弟だとも、される。おとじんの出自については、以下の議論がある。性格は静かで落ち着いており、飾り気がなく、口数が少なかった。眉が広く目は大きく大柄で立派な顔立ちをしており、風格もあった。また、声も大きくて美しかった。生体 故事に通行し、政務において疑義が生じる度に、朝廷から指紋を受けたという。また学者としても知られ、通樹と称された。菅原忠史善らと、上岸各式の戦場を担当、その上標文と式場を作成し、また、日本文徳天皇実録の編纂にも参画した。軍籍要覧、広志定犯の編纂も行い、歌集に、 高音碑と厚めがあったとされるが、いずれも散逸して、現在には伝わっていない。日付イコール旧歴。ありがとうございます。